分かった。今卵の卵互いんだつきゃ。おい。おい。やばいな。おめでさ納豆いっぱいね。いっぱいった。納豆入っちゃうんだなこれ。こんにゃくこっちでやったな。うん。こんにゃぐ、こんはお、あ、ダイエット中ですったもんだね。あ、アワビだけあればいいよ。それ、片方皮だはんで。あ、だのか。皮バレ、皮バレな。アワビだけ言えば取っていけ。ほんのちょっとは入っちゃうはず。おい、お疲れ様です。ね、今このホールにやってきたんですけども、見てこの後ろのこれなんかめっちゃちっちゃく見えるけど、実はねすごい高いんですよね。全然僕の身長なんかよりも高くて、ほらこんな感じ、こんな感じのとこあるんですけども、これ使って簡単に鎌倉できんじゃないですかと思ってちょっとやってみようかなということで、はい、じゃあやっていきたいと思います。意外と大変。いつものように、
鶴子丼からね電話が来たんで、ちょっとそっち行かなきゃいけないんですけども、結構ねだいぶ惚れましたね、惚れました。人一人はすっぽり座って入れるぐらい。これやるのに1時間こう掘り進めるのにやばい。あーこれうめえ。これはこれで雪が降んなかったら掘り進めてもうちょっと広げていきたいな。どれ？肉。あ、いいよ、熱くしない。生ぬるいだけだ。ホタテ汁。はい、びっくりした。しかもこれ赤味噌？赤味噌でやっても白いっけ。赤味噌なのこれ？赤味噌でねえでねえか。わかんねえわ。なんか揚げはんでいる、いつもより。あ、いつもよりや。うん。あ、かもしれない。今あの味噌使っちゃうもんな。めっちゃホタテの味する。鶏肉な、こいつベジャリア、ここはそうそう、毎日それでいいんだばって。そういえば何も油ねえよ、うん、煮るにもめんどくさくねえし、だべ焼いても煮てもこれだけ圧力がまで煮て、うん、それでもまだこかけだ。鶏肉も煮た方がすぎた。青森県の、うん、祭りやってるとこものあるじゃん。例えば今だばなんだば、うん、弘前だばねぶた、御所回ら立つねぶた、うん、それ他に今度太鼓の人だの踊りの人だのあるじゃん、うん、それ今年今までやってねえば、やってねえってやってやったばってコロナで中止だって3年も4年もやってねえずや、うん、で今年やるんだ、やるね決まったと。なんだ6月な、うんうん、来たいな。前にさ、ゆねこさんのし、あと お姉さんだから、うん、お姉さんだからお兄さんだから青森にいるわね、うん、その人をちゃんとあれや座る道具番号取っておいてきて、で世話になって楽ししちゃったって。とりあえずやる6月だって。さっきさテレビさ入ってやるに決まっただってな、ゆねこさんにまだ頼むつなっちゃうって。だうん、もう今度それ聞くてもあればねえだ。なんだ、うん、口のふかしたちで終わり。あいのあんぼれさくてまっただろうすでな、あの体の半分芋だでねえな。だでねえ